1,2,3,4 はい、風にも負けず耐えております。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。監督ですね、かなりの頻度で Amazon を使います。商品を見ていましたところえ、これいいじゃんというわけでですね、もう即購入した商品を今回紹介していきたいと思います。商品がですね、雨にも負けずマスコットフィギュア、本日届きましたので紹介していきたいと思います。とても簡単な袋に入っております。開封していきたいと思います。こちらですね、ガチャガチャの景品となっておりまして、実際にね、この監督が購入したのはもうそれをいっぺんにですね、まとめて買ったものとなっております。こちらです。じゃじゃん、カプセルトイさんから出ています商品となっております。雨にも負けず、逆光じゃなくて逆風がめちゃくちゃ吹いてる、これは欲しいなと。商品ラインナップを見ていきたいと思います。はい、こちらです。 1,2,3,4 はい、5個あります。まあ、監督はね、もうこれ全部揃えたいのでもう一括で買いました。はい、今こちらにございます。小さいやつからいきますか。ペルシャ猫、はい、風がすごい吹いております。毛がすごいね。続きまして、三毛猫。まあ、さっきの猫まではなってないにしろ、もう顔が波打ってたりとかしてますね。続きまして、ポメラニアン、どうぞ。はい、これすごいでしょ。はい、こんな感じです。毛がもうモコモコしてるので、もうボワ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 。続きまして、ブルドッグ、ででん。はい、これは見て、この顔みんな想像できるよね、これね。顔を見るとこんな感じです。相当頑張ってますけども、やばいことになっても化け物ですね。で、最後、オールドイングリッシュシープドッグ。はい、なんかもうすごいかっこいいな、これ。さあ、顔はどうなってるんでしょうか。気になるお顔を見せてください。はい、ちょっと目隠れるよ、これ。こんな感じとなっております。はい、では全員集合。風にも負けず耐えております。皆さん耐えております。風強っ、強風に立ち向かう犬たちをフィギュア化。ガチャガチャでゲットすることができまして、1個300円だそうです。高クオリティなので、正直全部欲しかったんで全部いっぺんに買っちゃいました。で、 Amazon で買うとですね、2020円ですね。3,5,15なんで、まあ、全部一発で取れれば1500円で揃うことができるんですけども、まあ、そんなの無理だなということで、こちら2000円を出して全て揃いました。こちらですね、テーブルかなんかどっかにね、みんなね、これ一列に横に並べてね、飾っておきたいなと思います。まあ、概要欄にね、 Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。この動画最後にですね、5種類をターンテーブル回した映像も紹介しておりますので、ぜひご覧ください。で、この監督ラボでですね、自分が好きなものですね、最近ちょっと監督フィギュアにハマっておりまして、もうどんどんね、部屋がね、フィギュアに侵食されつつあります。そして散在しつつあります。監督がこれはおすすめな、共有したいなっていうものをですね、紹介しております。では今日は簡単にですね、終わらせていただきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。というわけで早速な、上げていきたいと。全然これ合わないな。